テリー、伊沢さんは何がきっかけでクイズにハマったの？つ伊沢は昔からテレビが好きで、スポーツ番組を見て選手の名前を覚えたりするのが好きだったので、もともと素養はあったのかもしれません。直接のきっかけは、中学の時に入ったクイズ研究部です。フットサル部の練習についていけなくて辞めた後、時間が余ったのでたまたま行ってみたら、すごく楽しくて、これは転職だと思いました。テリー、中学で転職、何がそんなに楽しかったの？つ伊沢は、やってみるとクイズって、ただ知識をひけらかすものではなくて、体系的に知識を覚えなければいけないし、回答のスピードを競うスポーティーな部分もあるんだな、と。そこがすごく新鮮だったんです。テリー、確かにボタンの早押しなんかは、反射神経とかスポーツ的な面があるかもね。ところで、その頃、クイズってそんなにはやっていたの？伊沢、僕がクイズ研究会に入ったのは2007年で、その頃のクイズ番組といえば、クイズ、ヘキサゴンくらいしかなくて、全然注目されていなかったんですよ。だから部員も8人しかいなくて、担任の先生に、クイズ研究部です、ハンコくださいってお願いに行くと、そんな部があるのか、みたいな扱いでした。テリーフフフ、存在すら知られていないんだ。つ伊沢は、だから当時は部活を聞かれると恥ずかしくて、つい辞めたフットサル部の方を名乗っていました。ステリー、確かに昔はクイズって、なんかオタクっぽいというか、冴えないイメージがあったよな。伊沢は、でも、高校生の時に、全国高等学校クイズ選手権、高校生クイズに出場して優勝したら、ステリー、学校の対応も変わったりした。つ伊沢は、それはもう露骨に変わりました。わら。予算も急に降りるようになって、昼休みには校長室に呼ばれて、ケーキをご馳走になったりもしました。ステリー、はははは、は、わかりやすい手のひら返しだ。つ伊沢は、あと、優勝した年の文化祭の来場者数が前年より1万人増えたんですよ。僕のところにも女の子がワツトライて、10人くらいから携帯のアドレスをもらったりしました。ステリー、まあ、甲子園で優勝した高校球児みたいなものだと思えば理解できるよね。でも、クイズでそんなにモテるんだね。俺、そんな経験、一度もないよ。つ伊沢は、高校生クイズは、基本3人組で出場するんですが、僕たちのチームリーダーは結構イケメンで人気があったんですね。だから僕を経由して彼と知り合いたい、みたいな女の子も多かったと思うんですよ。ステリー、何言ってるの？伊沢さんも十分イケメンじゃない。しかし、そこまでいい目にあったら、一人くらいは連絡したんでしょう。伊沢、はい、わら、それが初めてのデートだったんですけれど、途中でその日、あるクイズ大会が開催されていることを思い出し、そのことがずっと気になり始めて、結局、ごめん、ちょっと用事があるからと彼女に謝って、デートの途中でクイズ大会を見に行ってしまいました。テリー、変なやつだな。クイズより女の子とのキスの方が絶対に大事だよ。つ伊沢は、ですよね。今思えば、なんであの時、あんなことを、なんて、後悔する言葉つかりです。わら。テリーは、それほどクイズに夢中だった、ということなんだろうけどね。